あなたのファンディング希望額は七百九十九万円になります。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜も。 タイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせるではまずお名前をどうぞはい臼井孝光45歳愛知県から来ました辻正二26歳兵庫県から来ました ではまず希望の投資形態をお選びください薄井さんえ融、ー、資プラスオプションという形で考えていますあなたのファンディング希望額はえ799万円になりますあなたが思い描く未来の姿はえ移動式のマジックシアターを作って全国各地を訪問して誰でもマジックをライブで見られる環境を作りたいと思います「オール・アナ・シン」新しい未来をつかみ取れキャッチ・アバンド それで,では簡単に経歴と自己紹介をお願いしますえまあ私今マジシャンとして活動してるんですけれどもえ7年ほど前にえマジシャンにもいろいろありましてクリエーターと呼ばれるマジックの種を作るという職種があるんですがまあそれをたまたまえ僕はマジックを一つあるマジックっていうのができましてでそれがちょっと話題になってですね でそれをまああの会社に勤めながらやっていたんですけれども、えー、ここに3年ぐらいそのたまに海外から呼ばれたりだとか、えー、パフォーマンスもしてくださいというようなことがあったりしてですね、えー、まあ会社の有給を使いながらいろいろ活動してたんですけれども、まあ、ちょっとそこも限界になってきたので、えー、思い切って1年前に独立をしたという形で今活動しております。はい 僕はですね、18の頃からたくさんの人にマジックを見せる機会に恵まれましてで18の頃に会社に就職してですねサラリーマンを6年間やってまして2年前に辞めましたでその6年間の間でたくさんの人にマジックを通して出会わせていただき、まあ、そのマジックの面白さっていうものを身を通してですね感じてですねこれをもっとたくさんの人に届けたいという思いで独立しましたで今はマジシャンとして活動をしております 今回のプランを簡単にまず移動式のシアターという形を作ってどこかに常設してえお客さんを呼び込むという形ではなくて、えー、客席を移動させて、えー、マジいろんなところでマジックをやっていくというプランになります。でその思い立ったけ えと経緯としましては僕らあのクローズアップマジックといいましてものすごく近いところで、えー、マジックをするスタイルなんですけれども例えば、えー、今でもいろんなところで会場を借りたりしてお客さんを呼んでやるんですがどうしても平面の会場で、えー、椅子をこう並べていった時に3列目以降の方が まあ、テーブルがまあ見えないとかっていう問題がありましてで高い椅子を用意したりできるところとかはいいんですけれども多くの人がたくさん見れる環境っていうのがなかなかちょっと難しいところがありましてでならば一層そ,その客席の方を移動させてしまったら面白いなという発想に至って、えー、今回、えー、そのようなプランを考えたという形になります。そのヒゲって本物 何ですか株式会社メモアルシオン代表福田正則葬儀業界に新たな風を呼び込むべく YouTube に参戦独自の経営方針で葬儀の常識を覆す伝統文化を刷新するモノクロームの新星は志願者の野望をいかなる色で輝かせるのかああ本物ですね、はい、ありがとうございました以上です、はいはい なな何年ぐらいの延ばされてるんですかそれこれもちょうどこの前1年を迎えたところです 1>, 1年はいああちょっとあやかいやえいえまああのお二人とりあえずマジシャンなのであのよく飲食だとねあのまずは食べましょうっていうふうになりますので一回まず皆さんにどんなものなのかを見ていただきたいと思いますがよろしいですかはい、はいはい、じゃあえーっとそうですね、はい、あの今回その全国展開 まあ、に向けて僕たちがやろうと思っているマジックというのが、まあ、家族向けに、えー、テーマが「感謝」っていう形のマジックショーになるんですけれどもそのマジックを、えー、全国展開する前にまず1回やったんで,すよ、ね、でなんでそれをやったのかっていうのを、えー、交えて。 マジックを一つさせてもらえたら多分すごくわかりやすいと思うので、でそのきっかけになったのがマークになりますので、ちょっとマークの先に、はい、もちろんでございますは言、い、っていただいた方がいいかなと思います。はい。はい、では、はい、じゃあ少しよろしくし。トラックだいたいこれぐらいの大きさですか。もうちょいちっちゃいですねもももも。もっと狭い、ねね、はい。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、まずこのなんでこうい た構想になったかとお話ししますと僕がですねええ、2019年去年なんですけども5月の2日に実は親父が実の父がですねちょっと癌になっちゃって緊急入院したんですよで、僕も会社を辞めて本当にいろいろこういろんなことを挑戦しようと思って1年間福岡に住んでたんですよねでその病気になったことを聞きつけてまた神戸に帰ってきたの神戸出身でなら神戸に帰ってきたんですがまあその時に見たその親父の姿っていうのが結構本当に弱っちゃっててですねでも体重も40キロもなくてまあ大きい店 指摘をさせて,てもうお尻からもう自分で便出せないんで管が通ってるような状態をまあ目の当たりにして、まあ、病院の先生にいろいろ聞いてみたんですよでまず寿命の話を聞いたときにあと1か月生きた方がもういい方ですかねっていう話を聞いて何かしなきゃと思って考えた結果まあとりあえず友達にですねあのハンドマッサージがうまい子がいたんで教えてもらってとりあえず親父にたくさん会いに行ってマッサージをしてあげながらいろんな質問をしてみたんですよもう少しし時間長く生きれるんんだっっったたたたら何がしたかてっって聞いてみたんですよそしたら別に昔僕がマジックを知ることを応援してくれ わけでもなくその、まあ、マジックを始めた頃なんて人を騙して喜ぶなよって言われたぐらいなんですけどもその時帰ってきた答えがお前がもう少し大きくなるところを見たかったとでそういったことはよくそのか細い声だったんですけどもちゃんと言ってくれて自分の口で,でその時に何かしなきゃと思ってですねその時の時ギフトっていう一番最初のライブでやったマジックをちょっと皆さんにみんなから見ていただこうかなと思うんですがよろしくお願いいたします。 ではですね、今日ちょっと誰かに思い出を持って帰っていただきたいんですが誰か,よかあ、いいですか、はい、ありがとうございますじゃあですね、一差指出していただいてはい一、はい、枚カードをちょっと選んでください、タッチ、タッチ OK で,です、はい、じゃあそのカードを僕に見せるように皆さんで、ね、マークと数字を覚えてください僕に見せないでくださいねいいですか、覚えました、はいはい、いいですねどこでもいいんでそのカードを戻してください OK ですねはい じゃあこのまま混ぜてらたいてシャッフルしてらたいておしっかり混ぜるタイプですね <laughs> これで完全に今迷子になってますよねわかりますじゃあ今皆さん選んだカードのマークと数字は覚えておられますか頭の中でしっかりイメージできますじゃあお願いしたい,いんですかいいですかねじゃあ何か人生の中でラッキーナンバー好きな数字何でもいいんであったら教えてくださいはい何がいいですかじゃあ3でお願いしますなんで3にしました 特に,特に理由はないですいろんなことがあったんですけどもあじゃあですねお菓子いけますね今1枚のカードを選んでいただいてしっかり混ぜていただいてで、えー、と好きな数字が3と3今もしこの状態で選んだカードが上から1枚ずつかどいてもし3枚目にあったらちょっと奇跡だと思いませんかよかったらお願いしたいんですが、まあ、上から1枚ですはいじゃあ1枚目 1, 1 に待ってください。これ三枚目ですよね。はあ、選んだカードのマークなんでした。ハートです。ハート。数字が、はい、数字三です。なんか三人恵まれてますね。恵んでいいですか？どうぞ。合ってますか？合ってます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。 でこのマジックを通してそこからいろいろ始まってですねストーリーがで親父との思い出だったりその親父とのいろんなこのね喧嘩だったりそういうこともいろいろ自分の思い出っていうものをたくさん伝えてでこれからのどうしたいかとで一番最後にマジックを通して感謝を伝えてギフトというライブは終わってそこからまた新しくいろんな一歩を踏み出していくという形になりましたはいありがとうございました <laughs> じゃあ続いて宇井さんはい、はい、巧みな技術で虎を翻弄する志願者 男が披露したマジックの背景には父への思いがあった何としても叶えたい夢男は勝負を仕掛ける、えー、僕が普段一人でやる時っていうのは、えー、ちょっと人を幸せになってもらったらいいなという思いがあってマジックを通じて人に幸せになってもらいたいという思いがあるんですけれどももう一つ、えー、僕が使うアイテムがですねこのルービックキューブなんですが。えー じゃ、ちょっとこの辺にちょっとお返し,してもらいますね。ね色がテーマなんですけど、いろんな色がありますが。じゃ、あ福田社長。はい、なんか好きな色ありますか。この中ですか。はい。そうですね。あ、言っていいんですか。言っていいです。じゃ、青で。青で。はい。桑田社長、好きな色、何かありますか。<laughs> じゃ、黄色で。黄色で。例えばなんですけど。これを。こう、ひげに、こう、こりつけて。こうやっていくと。 お黄色ですねちなみにマー君のラッキーカラーっていうのがあってこれが赤なんですね。で青でしたよね。で青もちょっと挑戦してみたいんですけどってやると青が出ると。でいろんな人のラッキーカラーっていうのを何、あのー、て言うんですかね僕が叶えることで。 なんかちょっと幸せになるというかあだかラッキーから持って帰ってもらえばいいかなという思いがあってプレゼンテーションでやったりするんですけれども、えー、今、えー、聞いた人の中には、えー、自分はいや例えばいや自分はオレンジだったよとかあとそうじゃなくてやっぱり僕も赤だったよとか思う方もいらっしゃると思うんですよ。でこれをこれす全て叶えようと思ったら、えー、方法が一つあってですねこうすればいいんですね。ここううししてて全部揃えてしまうとこれで あの全ての人がハッピーになるとでそんなような感じで、えー、いつもやっていますマジックなのかなはい、えー、たまたま、まあ、ルービックキューブを使ったマジックっていうものを、えー、たまたまその開発できてでそれがちょっと話題になりましてでマジックの世界ではそのルービックキューブを使ったマジックってそれまでそんなにたくさんなかったんですよで、まあ、たまたま僕はそういう出会いがあって でまだあんまりなかったんでいろんなものをちょっとこう作っていくうちに、えー、気が付いたら、えー、ルービックキューブのマジックをたくさん作っ一番多分作ったのが僕みたいな形になりましてでそれで普段はどちらかというと僕は業界向けにマジシャンにこうマジックをこう教えるっていうようなポジションが強い形でやっています。ななんかかあの種を作るることがでできっって言って言たじゃいす 多分そうですねマジックの、はい、それはなんか特別な人しか作れないんですか歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニーニュージェネレーション・グループオーナー桑田隆成33歳年少10億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代を牽引アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思うそんなことはないです あの誰でもなんか新しいアイデアがあってそれを実現させるっていう人は結構たくさんいるんですけどあの僕もそうだったんですけど何て言うんですかね本業じゃなくてアマチュアまあ普通に普通の普段の仕事しながら空いた時間に見つけた時にそれをこう形にして作っていくっていうようなことをなんとなくこう続けてきてたっていう形です。ルーービッッククキューブのやつは技術がすごいんじゃなくてマジックなんですか えっと実際のところ <laughs> ルービックキューブがうまいんじゃないんですか、えー、そもそも仕掛けがあるものテクニックがあったりあ,あとその心理的な誘導があったり<ー>でそういういろんなものを複合してマジシャンっていうのはあの構成して作っていくのであとたまにこれはもう絶対魔法じゃないかなって思うものも時々出会いますついさんススあの、はい、紙袋を使ったものは今日はできませんか、はい えっと、紙袋そうですねじゃあちょっと一つやりましょうかはいはい <laughs> ちょっと混ぜていただいてで今日はちょっと特別にあのたくさん用意してきたんですけどちょっと混ぜながらちょっとちらっと見ていただいてこういろんな色がありますけどなんか好きな色ありますか今日のラッキーカラーでもいいし今年のラッキーカラーでもいいし赤で赤で,でこんな感じですけど いいですかはいちょっとこう持って頂い,いて、はい、こうちょっと振って下さいで,できたらですね、はい、僕がこうしてるんでこうコロンと中から出して頂い,いていいですかかありがとうございます ま、紛れもなくラッキーカラーでしかもめちゃくちゃ強いです衝撃のマジックでその高い実力を証明した志願者たち令和の虎ファンクラブより挑む資格新しい未来をつかみ取れるか次回ビジネスプランの全貌が明かされるサラリーマンしながら考えられるようなもんなんですか